面白いですね。学生自分なんかもね、なかなかあの、うん、前原まではつながりあったけど、そこから先 の、 あの、うん、半島まではなかなか行かなかったからね、うんうん、でみんなほらもうあの当時復帰当時はもうほとんどがもう日本語共通語っていう形でもう成り立ってたから、うん、みんなもお互いの言葉でしかしないし、よっぽどあの仲違いしない限りね興奮しない限りは島の言葉使わなかったからね、うん、石の卒はみんなもう標準語で、標準語というじゃもう共通語、共通語で。だけどやっぱりね、年の方は割とね、そういう言葉使ってたりして、いやもう今はもう90過ぎの人でも普通に日本語使いますからね。あ、そうですか。僕はね、確かに久高島行った時に売店の人たちの話が聞き取れなかったです、うんうん、いやもうあそこはあそこの人で、そこの人しかいないから、そういった感じでも出るけど、やっぱりよそから来た人と話をするときには、あ、そうそう、その時にはやっぱりいらっしゃいましたから、うん、なんかね、島の人同士の、ね、話が聞き取れないんですよ、うん、もうこれぐらい沖縄慣れたから聞き取れるかなと思ったんですけど、全く聞き取れなくて、使わないの、これ日本語とか、うん、いや僕らでもありますよ、ああ国神とか、うん、亡き人、あるいは氷島とか家島行った時に、うん、現地のいわゆる現場あたり、そこあたりの方じゃ、のんびりと話してるところなんかに、じーっと聞き耳立てるんだけど、聞き取るから、うん、この間宮古島行った時も全然聞く分かんなくて、あんた特に難しいとこ行くのね。いや、行く。で、そしたらあの役所で、その役所の人がこのおばあさんになんか説明してるんだけど、聞き取れないですよ、何言ってるのか。うん、いや僕らでも聞き取りできないです。宮古の人が宮古の言葉でやったら分かんないです、うん、宮古普通でやったら、八重山の方だったらなんとか分かる。難しいなぁと、うん、何度かね、あの聞き返してゆっくり喋ってもらったら、八重山の方は何とか分かる。うん、宮古は難しい。それでもまあ一応ね、今の若い人たちが使ってる沖縄の方言ですかね、うん、それはもう大丈夫だし。で、うちの母がね、去年9月ぐらいかな、8月末にあの沖縄来て、何ヶ月だろう、まあだけど半年、うん、まだ半年経ってないですけど、けどね、最近ね、沖縄の言葉使ってるんですよ。本人気がついてないんだけど、うん、子供と話してる時に末尾にサーがついてます、うん、なんとかサーって、うん、70度、うん、でもなんとかサーは向こうでも使うね、ねさ、ねさよは、あんまり使う、わかんないんですよ、うん、向こうでどうやって話してたっけ、うん、うん、やっぱりね、そういうデイサービスとか行って沖縄の人と触れてるから、数ヶ月で移るもんなんだなと思う、うんうん、聞いてたわけですよ。やっぱり那覇郷にいれば郷に従いっていう形で、僕らなんか糸満あたりに1週間行ったら糸満言葉になっちゃう。ああ、そういえば水木さん、今週、はい、あの日曜日、日曜日にちょっとまた新たなこの新しいこのマサヤさん主催のこの海中道路で の、 この車の集まりがあるんですけど、行きますか、うん、この海中道路で朝の9時から昼の12時までで、車種は年式が問わなくて、うん、オールフリーな感じで、この、まあ、カーショーイベントみたいな感じですか、なるほど、とかバイク好きが集まったり車好きが集まったりとか、後で情報をください。で、それでどういう感じで集まったり、うん、まあ、それでなんかあのいろんなその車の集まりが来ての、まあ、見せ合いみたいな、うん、まあ、要はワイドスピードみたいな感じに、おああやってそのまだ DVD 見てね、意外とあるんじゃないか、のレトロなものとかね、うん、そうですね、旧車とか今の年式の車とか、はいはい、あの晴れた日はね、あの本部半島とかあの辺戸岬あたりまでよく、おすいません、うん、目の前をイスズのベレットが 3台4台続けて走ったりとかね、117クーペが4台ぐらい通ったりとかね、うん、そうですね、もう今で40年ぐらい前の車が、でも今でも普通にツーリング、そのバイクでもそうだし車でそうなんですけど、うん、やっぱり旧車とかその今の現代の車、まあ、例えば GTR とか、うん、そうです、 S2000 とかああいう系の国産車が結構多いんですよ、うん、最近外車も女性オーナーさんも結構多くて、マスタングとかカマロとか、すげえ、もう前、ま、YouTube の方で見たんですけど、このフェラーリ乗ってる女性オーナーさんもいたし、すごいな、本当に
なんだろう、車好きの方が女性オーナーさんで増えてきて、最近はすごいですね。こんなにあの園外のお陽気なでね、綺麗な形でストアしてるのはなんかすごいなと思う。1年間やってられるとだいぶ錆びるだろうなとか思って、あれ乗らないともうあっという間にあの錆浮いてくる。錆はやっぱりどうしてもみんなワックスとかでちゃんと対応してるので、多分錆の問題ないと思います、うん、あと定期的にやっぱり錆止めとかに塗ったりとか、うん、自分で塗装したりとかしてるので、うん、そこは多分大事だと思います。あとあれですね、中のやっぱ点検とかですね、うん、距離とか別に関係ないので自分で点検したらもう車ってあれじゃないですか、ずっと持つじゃないですか、うん、自分が死ぬまで長持ちするじゃないですか、それだけ点検すればいいと思います。なるほどね。沖縄の場合はね、内地とかだったら3倍から4倍以上気をつけないとですね。そうですね、うん、もう特にあのそうですね、3ヶ月に1回は絶対ワックスかけないと、うん、あれですね、錆びちゃうので。やばい。うん、ん？あ、またなんか来た。うちのおばあちゃんは私と喋るときは標準語でしたねと。おばあ同士の話を半分も聞き取れなかったですと。沖縄 T シャツ、僕はおばあちゃん子だったからね、お家でジャンボもあの普通に島口でしたよ、地元の言葉。ところが学校に行くでしょ、学校に行ったらもう先生とも同級生ともみんなも普通の日本語。だから逆にね、あの中学校上がると、はい、のばるお前はあの方言使い切れないだろう、うん、って言うから、使い切るよってペラペラペラ喋ったら、あんたが方言使うと封じない、なんかちょっとあの似合わないからやめなさいってすぐやった。